いやー、この間ね、第1回 YouTube 企画やりましたけどもね、ちょっと喋りすぎちゃったんだよね。気持ちが溢れすぎちゃう、このコーナーなんですけども。なんとか2回目を迎えましてですね、頑張っていきたいと思います。このアビスパ愛あふれる僕の思いを一人でも多くの方にお伝えしたいということで、まずは同じ KBC のアナウンス部の後輩をアビスパに染めようということで、今回は私も隣にいます、この方に来てもらいました。こんにちは、 KBC アナウンサーの松下ゆいです。はい、松お願下いさんしでます。す。暑いですね。暑いね。実はですね、KBC ラジオのね、空いてる、空き部屋をちょっとね違うんですよ。沖さんの圧。あ、俺の？はい。俺もね、俺も熱くなって、沖このさんが空熱い。間も熱くなってるんですけどね。はい。今、入社が？2年目になります。早い早いねですよー。ね。私の、就職試験の一次試験の面接官が沖さんですかね。僕だったんだよね。はい。で、あなたが KBC に入社した後も、最初ね、アナウンサーとしてのこうデビューまでの研修の先生もそう、ね、研修もしてくださいまやしりた。ましてね。覚えてますか？当たり前じゃない。一次面接に私が来たことも覚えてますか？それ覚えてる。いや、それ覚えてる。ちょっと間がありましたいやいや、けど。ちょっと一瞬もあった。ありました。覚えてないですあ、よごめん、ね。忘れかけてた。ひ で、松下アナは、どい。はい。地元がこっちの福岡市はい、福ね。岡出身です。うん。福岡の東区出身で、ほうほう。もうお家出たら目の前田んぼっていう結構大自然の中で育ちました。あ、本当。松下アナは仕事としては今どういう感じの？朝です。あとお昼のタッチ、松下 YouTube っていうラジオと YouTube のそうなんでコすラボよ。した番組だったり松下 YouTube っていうね。その番組と朝ですラジオ水曜日担当してます。あ、そうか、結構忙しいね、じゃあ。そうですね、忙えしいんですかね。え、幼い頃からのスポーツの経験とかは？スポーツの経験は、うん。小学校の時にドッジボールしてたのとドッジボール？それ学校でやるやつ？学校でやるやつです。遊びとか体育で。あ、いやいや、放課後ちゃんとチームでドッジボールしてました。中高は書道パフォーマンスっていうスポーツをしてました。スそれポーはツででもす、スポーツなの？スポーツですよ。20キロくらい重い筆持ってあれ重いん全身使だ。って書くんこで、れあれはスポーツ。今回アビスパ福岡のね、中継 KBC テレビでね、地上波で6月19日ね、だんだん迫ってきてるんですけど、その盛り上げってことでこの YouTube 立ち上げたんだけど、サッカーはどうなの？カーはですね、はい、兄とだいぶ間があった 弟がな。はい、サッカー部でした。え、そうなの？はい、中高、お、じゃ、弟は本中高格的サッじゃん。カー部、兄は中学3年間サッカー部でお、した。見ることはありましたけど、うん。ヘディングする競技かな。簡単に聞いていい？前半と後半、何分でやるんでしょう？あ、知らない。でもニュース読んだから25分。45分、45分。そうなんね。初めて知ったか。はい。思った以上にちょっと不安を感じてます。不安だね。45分。いやいや。じゃあちょっとここで、はい、まあ簡単な、まあ、東区っていうつながりもあったわけですし、東区ですなんかここピンと来てないんだよね。ちょっと2、3問ちょっとクイズを出してちょっと答えてもらいましょうか。ちょっと事前に用意しました。わかりました。松下アナウンサーにアビスパ問題いきます。第1問、ダダン。アビスパのメインチームカラーは何でしょメインチームカラー。う。はい。じゃ、後ろ コ だいぶ見渡してますね。コです。コ。ブブー。それね、言っちゃいけないね、それは。え、どうして？正解はですね、はい。ネイビー。一緒じゃないですか。いや、だから、
コントこれサポーターの皆さん見てたら怒られますよ。なんでなんでなんで、ね、なんでですか。これあの、ね、マフラーもそうです。全部こうネイビーがね入ってるわけですよ。いやーものすごいこれ なんだろうね、納得いってないらしいですよ。なんか納得いや納得いってよ、ちょっと納得いくとかいかないとかそういう話じゃないからね、もうこれ決まってますから、はい、さあ松下アナウンサーに第2問。ダダン、アビスパ福岡のホームスタジアムはスタジアム、ニュースとかでも結構読む。いやそうだよね、はい、いや何、あ電気スタジアム。すいません、本当すいません。あのね大スポンサーのね、あのすいません。正解はベスト電気スタジアムです。惜しいけどごめんなさい。いやいやいや全然、いや惜しいとかこれね全然これ。ベスト電気スタジアムか。ね電気が合えばいいっていう話じゃないからこれ。小学生の時の社会科見学がベスト電気さんでした。うん、あそう。はい。いっぱいお土産もらった記憶あります。いい会社だね。でしょ。いい会社だ。でしょ。ベスト電機さんありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。しっかりフォローしておこうね。第3問。アビスパ福岡の現在の監督のお名前は何監督？分かるわけないよ。分かるわけないか。あのヒントも入れてる。あヒント欲しいです。はい、まあだからこれ丸々ベだね。丸々部監督です。長谷部監督。はい正解。長谷部監督なの。長谷部選手ですか。どの長谷部、どの長谷部、君は君にとって長友選手とかも一緒に、まさかドイツとか言って、え長友選手とかと一緒に試合に出た長谷部選手。ちょっとそれ言わん方が良かったね。あ言わん方が良かった。せっかく正解したのに。カットしてください。いやもうねこういう方なんです。長谷部重俊監督ね。かっこいい、ね、そうそう、イケメンでダンディーな方なんですよ、うん、50歳、うんね、昨シーズンに福岡の監督されるようになって1年で J2 から J1 に上げた方なんです。で今年 J1 ね5年ぶりに戦ってるんですけど、素晴らしい躍進を、うん、もうこの方の采配指導力なくしてないっていうぐらい素晴らしいもう手腕を持ってらっしゃる監督なんです。人間的にも素晴らしい方でね、はい、あの選手に常にこうリスペクトを持って、うん、年上なんだけど年下の選手たちに対して常にこう敬語で接するし、で僕がいいなと思ってるのはそのあの常に選手に前向きに声をかけてくれる。言葉のかけ方一つとっても本当本当にね尊敬できる。理想の上司。いや愛が深いですね。すごい深いよ。深くないとこんなね喋んないよ。そんな指導者、上司はアナウンス部にいますか。うん、ちょっと酒井君これね。それちょっとマイナスじゃなくてプラスに後輩とか、うん、選手を向かわせてくれるっていう素晴らしい人なんですよ。その上司ですか。奥田さん。あ、奥田アナウンサー。奥田アナウンサー。ね、我々の大先輩です。うん、アクセントが、うん、今日はちょっと頭だからのところを間違ってたから、次からこうした方がいいんじゃないとか、あ語尾が伸びすぎてたからちょっと短くしようねとか、うん、っていうのをこう怒らず、あ、でもよくできてたよって最後にこうちゃんと。あ、最後はちょっと上げてくれるんだ。上げてくれる。嬉しいね。え、ちなみに。俺はどういう先輩？大木さんはどういう感じ？仕事の接点あんまないんですけど、どういう感じ？恋愛トーク好きな気がします。大木さんは。そんな感じ？うん、幅広いこうアナウンサーの先輩に指導してもらったんですけど、はいはい、皆さんこう結構ちゃんと2時間くらい研修があったら、うん、2時間みっちり、みっちりな、真面目に研修をしてくださって、大木さんは2時間のうちの1時間弱の恋愛トーク、うん、こら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 、それさ、今だから言える話、それやばいじゃんそれ。なんですか。松下アナをですね、さらにちょっとアビスパに染めていきたいということで、僕もねアビスパ好きな後輩アナウンサーどんどん育てたいんですよ。ということで好きになってもらいたい。ちょっとねアビスパのことをね勉強しようということで、
あのアビスパの歴史を簡単にまずですね作ってきてくださったんですか。もう簡単にね、もう皆までいろいろ喋れないんで、アビスパってこういう歴史持ってますね。知ってる？もともとどこから来たの？前身がどうだったか、もう分からないか。どこっていうのは国の話ですね。なんで国や。どういうこと？なんで国をまたぐの？あの元々アビスパっていうのはね、はい、あの静岡県藤枝市で生まれるんですよ。これまあ勉強のところしてるんですけど、中央防犯サッカー部というところが前身で、でその後94年に藤枝ブルックス、これ聞いたことある？お2002年に J2 に降格しまして、うん、それ以降はまあ5年に1回 J1 に上がり、悔しいかな1年で J2 に降格し、また5年に1回 J1 に上がり、また1年で J2 に落ちてしまうという歴史を繰り返しています。ただ、はい、ね、今年はこの歴史を終わらせようということで、長谷部監督のもとみんな一つになってここまで躍進している5位よ。分かる？何チームで5位か分かる？47都道府県のあのね、はい、まあいろんなねきっかけでそのサッカーチーム、自分が好きなサッカーチーム、動機はいろいろあると思うんですけど、あのねアビスパってめちゃめちゃイケメンが多いのよ、僕の一押し、じゃん、13番七高明選手です。これ見て、めっちゃイケメンじゃない？あ、こっから見たら、右側から見たら山崎賢人さんみたい、ね、あま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 あ、そうねそうねそうね、イケメンだから、うん、ちょっと似てるかも。混ぜた感じ。今シーズンですね、横浜 FC から移籍してきました。でトレードマークはこのロン毛、ロン毛か、ロン毛か、ちょっとなんだなんだこのリアクションは。ロン毛ダメですか？ロン毛か、ちょっと短髪の方がいいな。でも顔めちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいです、ね、めっちゃかっこいい、短髪が見たい。あなたが切ってくださいって言って叶えられるもんじゃないですけど、ごめんなさい。あのね、左サイドバックっていう、はい、ディフェンダーのね、左側をする選手で、もう運動量がすごいのよ。でパスを出すとこですか？そうそうそう、左のサイドから。あ、私の弟が多分そのポジションでした、ね、お左サイドバック。そうなの？そのポジションしか逆に知らないかもしれない。あ、弟よく走ってたでしょ。走ってました。だそのポジションで高くボール上げて、そうそうそう、ディフェンダーでもあるから守備も頑張らなきゃいけない。だから行ったり来たりのね、運動量がすごいんです。あ、11人の中でもとにかく行ったりするんですか？そのサイドバックっていう選手はもう本当に運動量が大変なねポジションなんですけど、そこをね疾走してくれるイケメンです。ちょっと興味がいた？湧きました。よし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 、湧きました。そのアビスパを感じるチャンスが近々あるじゃないですか。そうなんですよ。ほう、うん、松下アナウンサーもね、ぜひ注目していただきたい、はい、6月19日土曜日、うん、KBC テレビ地上波実況生中継近づいてます。アビスパ福岡対ヴィッセル神戸戦でございます。はい、はい、見てよ。6月19日の何時からですか？お昼1時。お昼1時から。はい。実況は誰がやると思う？それはもう沖さんです、ね。そりゃそうだろう。そりゃそうだろう。そりゃそうでしょ。私でしょ。はい。見ます。見てよ。6月19日土曜日のお昼1時から。はい。はい。はい、頭に入りました。大丈夫？なんでそんなニヤニヤしてる？なんか忘れそうだからすごい不安なんですよね。俺アナウンス部のデスクもやってるから、あ、入れてください。松下アビスパ戦観戦、観戦って仕事として入れるぞ。本当入れてください、ね、忘れないから。で、そのうち、まあ実際ベスト電気スタジアムに行っていただいて、はい、見てほしいね生で。一緒に行きます、うん、何それなんで、なんで何そのトーン。いいよって言ってくれなかったんですか？何そのトーン。いや君が一緒に行ってくれますって、なんか急になんか
それどのトーンみたいな。上司を何プライベートでなんかこれ誘うとし何なのこれみたいな。大木さん既婚者だから。まあまあまあ僕はまあ結婚してますよ。しませんよ。ね、しないし純粋にね純粋に一緒に行きませんかと、はい、いうことでね。そうです、はい、ぜひあの今度の KBC テレビの19日の実況生中継を見てもらって、それきっかけにアビージョとしてね、松下アナウンサーには近々ベスト電気スタジアムデビューを果たしてもらいたいと思います。まずは、はい、第一関門として、うん、6月19日土曜日のお昼1時からの、うん、大木さんが実況する中継を見ます。はい、ちょっと歯切れ悪いねお願いします。見ます見ます、松下アナウンサー今後も引き続き YouTube 企画呼ばれるんじゃないかと、呼びたいなと思ってますんで、はい、また引き続きここで、ね、勉強します。はい、アビージョとして松下アナ見守っていきたいと思います。アビージョになります松下アナウンサーでした。